ょっと待って、一回ちょっと考えさせて、一回預かり所に送る。もういるじゃん、いるじゃん、いるじゃん、いるじゃん。まあいなくてもいいけども、まあいるじゃん、まあいるじゃん、いるじゃん。ちょっと待って、聞くわ、あいつに聞く。ペコーナブラウン、ちょっと一回二人きりにさせてもらうわ。え、ビアーラになってるんですけどえ、ブラウンがビアーラに変わってるペコなんですけど、えどういうこと？あんたビアールだったの？街は人優先。あ、そっか、じゃあ外で話さないといけないのか。ちょっと二人きりにさせて。まあブラウン、まあやれるのマジで。これからのさ、長い道のりね、強いメンバーたちがどんどん入ってきてるわけ。今日なんてベホマズン様だよ、ベホマズン様。みんなにさもてはやされて、あんたそれでちょっと調子乗ってんじゃないの？やる気あんの？これからできる？ねえ、あんたの心意気をちょっと聞かせてよ。ヒヒ、あ、お前じゃないんだよやばい、あんたの心意気聞かせてよ。やる気あんの？そうだよね、ブラウンだって生きてるもんね。今までひどいさ仕打ちにあってさいろいろいじめられてきたと思う。クリアローとかさ使えないみたいな。でもペコーラがここの国ペコーラがここの国をさまとめて、あんたのことを助けるから、これからだから、これからもよろしく。ブラウンは降格させない。ブラウンは仲間、そして今後活躍すると約束してくれたから。降格メンバーはデレレ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 、アンドレ今までありがとう。アンドレごめんねマジで、ありがとう今まで。ペコーラはやっぱりブラウニーとかスラリンを捨てれない。だって最初からいたんだもんこいつらは。いや、そう言えばアンドレもそうなんだけど、ごめん。やっぱペコーラにはブラウニーとスラリンは捨てれない。アンドレは待っててほしい、ここで。ごめんな。ペコーラのこれからの